はい、どうもトシです。今回はイースターショコラハーフエッグを作ります。最後まで見ていただけると嬉しいです。混ぜやすいようにジップロックなどにアガーとグラニュー糖を入れ振り混ぜます。アガーはダマになりやすいので最初にグラニュー糖と振り混ぜておきます。アガーはダマになりやすいので手早く攪拌して混ぜます。鍋に移して加熱します。80度ぐらいまでは中火で加熱します。80度になったら弱火にして 3,4 分煮続け、完全にアガーを溶かします。アガーは40度くらいから固まり始めるので、加えるフレーバーは40度以上のものを加えてください。型から外せるように冷凍庫で冷やし固めます。ゼラチンを冷水で戻します。気温が高い時期は冷蔵庫なので一時保管してください。グラニュー糖を加えたら素早く混ぜてください。卵黄の水分がグラニュー糖を吸収して固まってしまいます。80度くらいまで加熱します。
80度になったら卵黄に加えて殺菌する。全体にとろみがつき始めるのが目安です。ハンドブレンダーで乳化させる。一度こすことで溶け残りのゼラチンや不純物を取り除くことにより口当たりの良いものにするために行います。画面のようにツヤがあり一体感が出れば完了です。6から7分立てに立てます。ホイッパーから垂らした跡が消えるか消えないかぐらいが目安です。一度に生クリームと合わせるとうまく混ざらずに分離することがあるので最初は少しずつ混ぜていきます。温度と濃度がある程度近くなったら残りのクリームを混ぜて完成させます。
型から外せるように冷凍庫で冷やし固めます。なお土台とガナッシュは別動画を参照してください。以上がイースターショコラハーフエッグの作り方です。気に入っていただけましたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。